はい。それでは、方線ベクトルの決定ということで、いよいよこの、この空間図形の解説も終わりに近づいてきましたけれども、方線ベクトルをですね、2つの平行でないベクトルから決定するという点について絞ってちょっと解説しておきたいと思います。まず、方法1としてはですね、N を ABC と、方線ベクトル N を ABC とこういうふうに文字で置いといて、内積イコール0の方程式を立てるということですね。例として、例えば、121201に直行するベクトルを求めたいと。 いうときですけども、これはもちろん A たす 2B たす C イコール0、2A たす C イコール0というふうにして解くことはできます。で、ここからですね、例えば2つ目の式から C がマイナス 2A で、で、それをまた1番目の式に代入することによって A イコール 2B となるということで、B イコール1とすれば A が2、C がマイナス4となってですね、A、21マイナス4が取れるということですね。はい。実際これが直行していることは計算すれば確かめられます。 でもう一つはですね、外積ベクトルというものを用いるということですね。まあ、外積ベクトルはよく物理学などで使われる、電磁気学などで使われるものですけれども、例えば F イコール QVB というのは、電子が、電荷 Q の電荷が速度 V を持っていて電、電波 B の中に突っ込んでいた時にどういう力を受けるかという力は、 QV ベクトル ×B ベクトルという外積で表せるんですね。そうすると、右手も左手も使わなくてもですね、外積ベクトルを知っていれば、あの、どちら方向にどれだけの大きさを持っているかがわかるということですね。まあ、特徴としては、この UV2 つに直行するというのは一つなんですけども、実はこのベクトルの長さ、大きさがですね、この UV の貼る平行四辺形の面積に等しいという特徴があります。もちろん、絶対値を取ったらですね。 あな長さですね。長さが、えー、平行四辺形の面積に等しいという特徴があります。ですが、まあ面積のことは使わないので、えー、とりあえずまあ計算手法として外積ベクトルを使うということができますで。例えばこの235811という2つのベクトルを取ってきたときに、ちょっとこれイコールが抜けてますけども、 はい。この二つのベクトルに直行するベクトルを求めるっていう方式で、上の例のやり方でやると結構ややこしい方程式になりますけども、まあこれをですね、えま、ー、ちみちややこしいんですけども、まあ、解析ベクトルを使って計算するとこういうふうになります。で、これはですね、要するに、2、3、5、2最、最初の2を付け加えて、2、3、5、2と。で、これも8、1、1で、8ということで、これを並べてですね、で、真ん中からこう、たすき掛けっていうのをやっていきます。 はい。3 × 1く1 × 5 5 × 8か1 × 2 2 × 1か8 × 3というのをやっていきます。そうすると、これ例えば3く5で、引く五でマイナス2と。で、これは5四4 0く2で38と。で、一番上が2パ3二24でマイナス22ということで、 えー、方線ベクトルとして、これちょっと大きいので、1、-19,11 と。まあ、マイナス2で割っときましょう。はい。スカラバエ好きにしていいので、うこういうふうに割っときます。ということで、えー、これまあ内積、確認するとですね、内積を確認すると、2-57-55で,で,、ね、で、2-57-55で、0と。ね。811の方も8-19-11で0ということで、これが、 方線ベクトルとして取れるということがわかりますということですね。はい。ではちょっとこれを、今の話を例題をやってみましょうということで、はい。ちょっと考えてみてください。はい。それでは解説します。えー、中に書いてあることはですね、本講義では0は全てのベクトルとの内積が0であり直行すると考えると。つまり内積が0ということを直行の条件にして0ベクトルかどうかということは問題にしないと。 で、当然0ベクトルというのは内積を取ると0になりますから、0ベクトルは全てのベクトルと直行すると。まあ、全てのベクトルと平行であると。同時に成り立つベクトルですね。というふうに考えましょうということですね。はい。正解は2-1-4が一つの例となります。もちろん 20-10-40,-21-4、10, 40, 1, スカラバイ全て正解ですね。それではもう一つ例題をやっていきましょう。最後にですね、この、 3点を取る平面の方程式を求めるという問題をちょっと考えてみてください。ちなみに一応方法1としてはですね、ax プラス by プラス cz イコール d と方程式を置いて、この3点 abc が通るという条件を使う。つまりまあ、a たす b たす 2c イコール d というふうな感じで abcd の連立一方程式を解くと。で abcd 4つの3つの連立一方程式ですから、1つまあ、あの解の自由度があるわけですね。 はい。まあ、連立一方で式については、ま、これからどんどん、え、線形ダ数の中でやっていくわけですけども、まあ、まあ、今それを使うわけにいかないので、えー、ま、地道に高交流に解いていくということになりますけども、まあ、これは、あの、ちょっと線形ダ数らしくない解き方でもありますので、えー、方法1は使わないで、方法2ですね、の方でちょっとやってみてください。はい。えー、よろしいでしょうか。 えっと、<laughs> パラメータ表示ですね。パラメータ表示をまず求めると、まあ、B-A と C-A で計算するとですね、えー、230と251と、25、1ですね、これね。に直行するベクトルを取るということですね。そうすると、3-24が取れますということですね。えー、これ合ってますかね。えー、っと、6-、6-、10-、これ1ですから、4で合ってますね。 はい。ということで、えー、ここだけ間違ってですね。はい。ということで、この平面の方程式は、これが取れるので、はい、どうなりますか、と。はい。3x-2y、で、プラス 4z イコール、9と、いうんですね。一応、計算しておくと、3度3段にしますと、9-12たす12で9ですね。で、B の方も3、4-2段にすると、9く8たす8で9ですね。はい。で、1, 1、2はもちろんこれで計算してますから、あまりかっていうわけですから、まあ、これで,で、3点を、 満たすと。3点の、はい、えー、通るという条件を満たしているということで、この方程式は正しいということがわかります。はい。それでは最後にですね、えー、これまでやってきました平面空間図形の中で特に、一番まあメインとなりました平面の話をまとめておきたいと思います。ということで、まあ3点を通る平面 π というのがあったときにですね、えー、パラメータ表示というのがありますと。パラメータ表示については簡単なんですけれども、それと、 方程式ですね。とのやり取りっていうのは、基本的にはこのパラメータ表に出てくる UV との内積関係を見ることによって、求めることができますと。まあ、ここ、あのわざわざこう二つ書いてありますけども、まあ、本質的にはこれ一つだと。一つ、一つですね。これとこれとのやり取りですね。が、この表現の関係と書いてありますけども、要するにこれですね。これとこれはまあ本質的に同じものなので、V ですね。はい。ということで、 解説は以上となります。